皆さんこんにちは。突然ですが皆さん認知症の定義ご存知でしょうか。また2020年に認知症の定義が変わったことをご存知ですか。知らなかったという方も少なくないと思います。今回は改めて認知症の定義と2020年になぜ変わったのか、現場への影響などをお伝えしていきたいと思います。ケア協では毎日介護職の方向けに情報配信させていただいてますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また個別のご質問ありましたら概要欄の LINE からお願いいたします。コメント欄に感想もお願いいたします。まずは以前の認知症の定義から見ていきましょう。定義はこちらです。脳血管疾患、アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態を言うというもので、介護保険法第5条2に記載をされています。難しいので今回は原因と症状に分けて見てみると、原因としては脳血管疾患、アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化、そして症状としては記憶機能およびその他の認知機能が低下をした状態と分けることができます。これは皆さんがイメージする原因と比べるとどうでしょうか。実はこの原因と症状が2020年に改定をされています。具体的には次のように変化をしています。原因はアルツハイマー病、その他の神経変性疾患、脳血管疾患、その他の疾患、状態は認知機能が低下した状態として政令で定める状態となっています。詳しく見ていきましょう。まずは原因に関して、定義が変更される前は脳の器質的な変化が原因とされていました。そして変更された後はアルツハイマー病、その他の神経変性疾患、脳血管疾患、その他の疾患と特定の2つとその他の合計3つに分けられました。元々の定義では脳細胞が死滅をした異常な変化が起きたことのみが原因とされていました。しかし近年の研究によってアルツハイマー病などにおいては神経細胞が徐々に障害を受けて脱落をするという仕組みが分かってきました。そのため神経そのものが徐々に変化をしていく状態を表す神経変性疾患と定義を変えました。また脳血管疾患では脳梗塞などで血が途絶えて神経細胞が死滅をするため徐々に変化をしていくこととは異なります。そのため神経変性疾患とは区別をしています。次に症状に関して、もともとは記憶機能およびその他の認知機能が低下をした状態とされていましたが、認知機能が低下をした状態と政令で定める状態に変わっています。皆さんご存知の通り認知症には様々な症状があります。それなのに従来の定義では認知症イコール記憶機能の低下が強調されており、不適切な定義となっていました。ではなぜ今回定義を変えたのでしょうか。理由としては大きく、医学が進歩をして古い定義が時代遅れになった、認知症の判断基準が変化をしたということがあります。一つずつ見ていきましょう。まずは医学の進歩が原因だという話です。認知症に関する研究も日々進化をしています。最初の定義が出された2005年から15年も経てば新たな基準が出てきています。例えば2019年に厚生労働省が介護保険部会で示した資料では、認知症の原因の疾患として神経変性疾患、アルツハイマー病など脳血管障害、その他の原因疾患、感染症の疾患などと整理をされています。今回の変更と同じようなものになっています。このように時代の変化に法律が追いついていなかったため、今回変更して追いつこうという形になりました。2つ目の認知症の判定基準が変化をしたを見ていきましょう。もともとの定義は実は1993年に WHO が示した基準をもとに作成をされています。その基準は主要な項目として記憶力の低下、認知機能の低下が示されていました。しかし最近では変化をしてきています。主要な認知領域のうち一つでも低下をしていることが認められると認知症として判断されるというものです。具体的な主要な認知領域としては、複雑性注意、実行機能、学習および記憶、言語、知覚、運動、社会的認知です。これまでの認知症の基準はその一部にしか過ぎなかったことがうかがえます。では認知症の定義が変化をしたら何か介護現場に大きな変化があるのでしょうか。実際にはすぐに大きな変化はないと思いますが、徐々に変化が出てくると思われます。例えば病院との情報連携をスムーズにするための勉強が必要になったり、認知症に関してご家族や地域の方に説明をするときに定義通りにお伝えをしていく必要があります。特に介護に詳しくない方にとっては、認知症イコール物忘れが激しいというように考えている人も少なくありません。また今後高齢者の方が増えて認知症の方も増えることが予想されています。認知症の方の対応は支
素人にはとても難しいことです。こういった定義などの知識、そして認知症の方へのアプローチを実践から学んだ経験の2つは非常に大切なものになってきます。認知症介護のニーズは今後も高まっていきますので、勉強しておくと将来のキャリアに良い影響を及ぼすかもしれません。医学は日々進歩をし、認知症に関する理解も変化進化をしていっています。その情報をしっかりと押さえておくこともとても大切なことです。今後もこういった専門的な情報を分かりやすく配信をしていきたいと思います。何かご質問あればお気軽にケア協の LINE までお問い合わせください。ケア協ではお電話でのアンケートも実施をしています。抽選にはなりますが、皆さんからのご意見をもとに動画作成していますので、ぜひご応募いただけますと嬉しいです。少しでもこの動画役に立ったと思っていただけたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリックをお願いいたします。それではまた次の動画で、さようなら。